どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。佐藤二郎でございます。今日は記念すべき最終回、我が神の舌を持つ男の主役の蘭丸役の向井理さんにお話を聞いてみたいと思います。ああ、二郎さん、おお、そうで、手にしてんの、はい、なんで隠すんだ。いや俺なんとか分かったから、はい、分かったからちょっとむしろ出していい。いや今読んでたもん。普通のニーチェです。ニーチェニーチェじゃねえだろお前、現場でニーチェなんでそんなポエムのポエムっていうか詩人ニーチェちょっと出してくれよ。おお、どんなに扱うのおい、なんだよ、おさむ。これおさむが読んでいたのは現在、いや、なんで裏にするんだよ。現在絶賛発売中、重版に次ぐ重版の佐藤二郎ナウじゃないか。僕のツイッターを本にした。なんでこれ読んでんだよ。ちょっといいですか。なんでそこで編集できるんすんだよお前。おさむ、あれこんなところかも。これなんですかこれ。どんだけ行ったんですかこれ。どんだけ行ったんですか。何部ぐらい行ったんですか。ちょっとブスは俺よく把握しないんだけど。騙されないように気をつけてください。なんか陰性のやつ、そういう生々しい話しないで。まあなんだよなんだよ、全部使われないじゃないか。はい、俺もマイク使ってくださいね。全然これ全然生きてないの。これ宣伝部の阿部が、名前出して、徹夜で作った。もう俺もよくわかんないんだけど、阿部の顔が好みだっていうことだけでやることにしました。なんか生々しくて嫌だ生々しくて泣かないで冗談で言ってんだからさ。まだ僕ちょっと解読しておりませんで、なるほど、大体わかりました。よ、今2秒こうページを食っただけだよ、こうやって、はい、それでわかりました。大体わかりました。大体わかりました。なんで同じようなことですか。ダメらしいね。煙いんですね。向井さんが現場にですね、あ、キャンプ好きなんですよ。キャンプ大好き。はい、スモーク、燻製木を、ね、はい、持ってきて、晩酌命の向井理さんと佐藤二郎さんにとってはですね、店がないとどうしようってなった時に、向井さんのそのさっき申し上げた燻製をですね、これがまた昨日うまかったな。会心の一撃を、会心の一撃の食らわしてやりました。そうですね。で、ペリじゃないだろ。個人的な満足感。なるほど、なるほど。でもまあ、あとで一括して請求するんです。金取るの。